はい、こんにちは。山東本命とする知的障害者です。どうも。それでは今回も、スタートしよう。はい、今回はここからスタートします。土川ランチですね。はい。それから、チョクヤ公園というところを目指したいと思います。はい、スタート。はい、ここはかなり遠いです。チョクヤ公園はかなり遠いです。今日、京和公園かなり遠いですよ。今日、京和公園かなり遠いです。それではスタートしましょうね。ここから40分くらいのかな。はい、それくらいだったと思います。今日はちょっと風が強いですね。12月号ですね。落とし玉号は、はい、完結編となっております。完結編となっておりますよ。南コースの完結編となっております。はい、コラボした忘れにも売っていると思います。他の人はコラボしたら忘れもそしても使いますよ。南コースを ここかなり遠いんですよね。次の米田町南、米田町1丁目にはまで、かなり遠いんです。12月号後半はちなみに板からすると、桜木町までとなっております。桜木町何丁目のですね、3丁目にし、はい、何かの原因で押さっちゃったのかな。はい、まあいいでしょう。出発。はい、はい、寒いですね。わっつ、わっつ。これが変わっちゃいましたね。ちょっとレンズについてもちょっと改善が必要ですね。これは、はい、シールのところがやっつきますね。失礼しました。はい、はい、行きましょう。はい、ガチャガチャ音の正体は、はい、何でしょうね。多分器具の音だと思います。ああ、それが多分歩く時の音がノイズとして入っているのだと思いますね。これは、はい、出発。次はカチャカチャ言ってないので、多分その音だと思います。寒いか、これ。めっちゃ遠いですね。
まだ小目茶町には着いておりません。小目茶町遠いですね。小目茶町行っちゃうまで遠いですね。急い、ちょっと急いで、ちょっとみたいな感じで少しは急ぎ足で歩いてるんですが、はい、ちょっと辛いですね。はい、かなり長いですよ、ここが。かなりここは長いです。頑張っていきましょう。なんせ5000、なんせここから600歩、何百、数百メートルぐらいあるんですからね。気温によって左右されるみたいですね、どのくらい撮影できるか。ポケットの中には何が入ってるの？なんか失礼しちゃった。まだ何分ぐらいしか経っておりません。8時だね、今8時だね、失礼、8分経ちましたね。うわー、すごいすごい。気分がいいな、今日は本当に。はい、とっても風が強いですけど気分よく散歩しております。よいしょよいしょよいしょ。もうちょっとです。で、もう一丁1丁目に着きます。まだ降ってる。もう気分程度ですね。9分になりました。めちゃくちゃ遠い。疲れるかね。いやいやいや、寒くなりました。来ましたね。はい、元気いっぱい、今日も元気いっぱい歩いてますよ。今日はないみたいですね、お野菜が。あ、失礼、また映っちゃいましたね。はい、カメラ防護レンズ買わなきゃいけないみたいですね。100均でも売ってたか。
頑張れ頑張れ。はい、また映ってしまいましたね。ああ疲れる。ああ、よーし、はい。はい。風強いですね。今日は風が強いですね。めちゃくちゃ風が強いです。次回の後半、12月の後半は、はい、ここが米田町1丁目です。昔家族がバイトしていたコンビニの近くですね。ここは秋も終わってもうすぐ冬ですね。晩秋の中を歩いております。晩冬かな。いやいやまだ早い。冬です。冬の初めですね。初冬ですね。初冬まだ冬です。初冬が終わり。初冬ですね。はい。はぁ、あ、甘かったですね。何時だっけ。この辺りで43ギガになりましたね。まだ12月号の始めです。超過酷ですね。はい、ちょいちょい指が熱いのはシールをどけているためです。シールの末尾の赤いものが映ってしまうためですね。はい、はい、いずれ開始、何日か、いずれ改善したいと思います。さあ、買えるかな。まだ早いですね。まだ今月号というか前半は経ってもありませんから。はい、今月号というか12月号はかなり長い距離を歩くポーズになって思いますよ。12月はかなり狭いところを歩きますからね。はい、
はい、行きましょう。はい、元家族のバイト先。はい、こんな感じですね。さあ出発しましょうね。昔は佐久間でしたから、現在ファミリーマートになっております。失礼。はい、少々水分補給をしました。さあ出発しましょう。思ったらまた、失礼、またなっちゃいましたね。ここはたびたびなる、たびたびなって、じゃあ失礼して、赤い点は何だろうね、あれだけでいいと思いますよ。はい、ここから中央平和公園を目指して歩きます。中央平和公園、とても大変なコースですが歩きたいと思います。中央平和公園まで歩きましょう。中央平和公園、中央平和公園、シールっていうか レンズを改善しなきゃいけませんね。レンズに貼られたシールを、ちょっと困ったでしょ。この辺りは、はい、刈谷車庫前、刈谷先生、住吉車庫前に連れて帰る万のコースでもあったんですよ。ええ、お迎えを忘れられた人には、いや大変な思い出だったかもしれませんが、はい、ウプネシも何度か経験があります。スクールバスに乗っていて、お迎えが来ていなかった人が住吉車庫まで連れて行かれます。住吉車庫というのは半田市の住吉車庫のことです。はい、今回はどこまで行くかというと、どこまで行くんでしょうね。あ、そうだ、あそこだ、あそこまで行くって言いましたね。中央平和公園、辻ヶ丘から中央平和公園まで行きます。ものすごく遠いんですよね、それが。まあ歩きましょう。帰りのバス調べておいてよかったですね。ああ、これはウプネシのネタです。はい、失礼。ここは大変狭いです。狭いんです、本当にここ狭いから大変なんですよね。でもこっちの方面を行くわけですね。中央平和公園まで行きも帰りもこっちのルートを通るわけです。なんだろうこの大変さ。ここからさらに1分近くかかります。
この辺りも最近いろんなものができたんですよね。とてもスレスレで、ちょっと恐ろしいですね、ここは。触れ合う世界ですね、ここは。なんだろう。夏が終わってから、いろいろと考えてたんですけど、ネタがなくて大変でしたね。はい、ネタが思いつかず今日になってしまいましたね。はい、寒いところでは50分弱しか持たないのがこのカメラの欠点なんですけどね。はい、頑張って歩きましょう。今日は暖かい日でよかった。比較的まあ17度くらいですかね。たびたび失礼します。なんだろうでしょうね。ここは致命的に狭い場所なんですね。だからはい、ちょっとじゃ曇り気味で、はい、たまにしか光は映りませんが、スクールバスというのは、はい、古市が通っていた学校に、ね、使われていた乗り物です。今日はちょっと風が多く、上が強くてちょっとうるさく感じるかもしれませんが、はい、できましたね。この辺りに新たにできた施設があります。民楽と呼ばれるのがそうですね。はい、変わった自販機がありますが、はい、それについては、まあ、いずれ紹介いたしましょう。みんなの楽券、略して民楽ですね。はい、これです。いずれ紹介いたしますので。はい、
なんだよ、待ってくれって感じか。わーっと、ここはちょっと傾斜がきついですね。はい、すみません。かなり傾斜がきつい場所に来ました。よっしゃよっしゃよっしゃ。車だったら楽に行けるところ、車や原付だったら楽に行けるところですが、かなり傾斜がありますよ、ここは。さあ、どのくらい歩くんですかね、ここは。まだまだ歩きます。カルガモですかね、アガモの目の前にいますね。はい、あー、飛びましたね。さあ、出発。墓石を売ってる場所がありますよ、ここに。はい、墓石は地元の塚本石工業さんですね。本店は A コープ大府店前にあります。こんな場所でも大節なんですね。はい、ちょっとトンネル入りますよ。はい、そろそろ1ファイル終わりますかね。はい、続きは12月号の前半の後編にと切り替わります。はい、切り替わりました。